はい、こんにちは。ベトナムはですね、今2021年6月に入りまして、ソフトロックダウンのような状態になっています。今はですね、やっぱり多くのレストランやカフェが完全に閉まっている状態ですので、正直 YouTube 撮影も大変ですね。ということで、今日は、とある海鮮屋さんに来ています。ここでちょっと面白い食材をゲットして、家で食べていこうかなと思います。では行ってみましょう。ワタリガニ、ドンシャン、ワタリガニですね。おお。シャコです。もっきゅうはい、オッケー。もっちゅうはいね。見てください、これ。うちわエビですね。うわ。見てくださいよ、これ。もう。よいよい。うおお。ご立派な貝。ちょっと待って。オッケーオッケーオッケー、コンサーコンサーコンサー、ちょいよ、でなりとおいや、ロブスターね、うわー、危ねえ、ほらこの、はい、ということで最終的にですね、お兄さんがちょっと1000円ぐらい安くしてくれたので、こいつを買うことにしました。ハイチュウモッチャムギンまで下がったので、だいたい1万500円ですね。はい、買いたいと思います。はい、ということで、はい、みのちゃんお久しぶりです。お久しぶりです。どうでした最近は。いやいや、話が入ってくる。お出かけもできないご時世ですので、はい、今日はね、私たちからステイホームの楽しみ方ということで、こいつを、この大ロブスターを買ってきましたよ。え、今日これを私たち、調理して食べるということで。そうなんですよ。これね、今朝、市場で買ってきたんですけども。おー、今日はこのマールエビを使って、はい、一つはまず塩茹でにしてシンプル食べていきたいと思います。イエイ。もう一つは、ベトナムのエビ料理といえば生春巻き。はい、です、ということで、はい、生春巻き、こうして作っていきましょう。いいね。はい、じゃあお鍋の準備ができましたので、こちらで茹でていきたいと思います。いやー、ちょっとじゃあ熱々に沸騰したお湯で約30分、茹でていく。そんなに茹でるんだ。うん、しっかり中まで火を通さないといけないらしいので。あ、そうなんだ。はい、茹でていきたいと思います。うん、しっかりとね、いただくことになるので、いただきます。いただきます。いってらっしゃい。わー、大丈夫？熱かったね。ちょい熱。ちょい熱、大丈夫。うん、ゆだるの待つ間、どのソースが一番うまいかっていうのをね、やっていきたいなと思います。りんちゃんはちょっと塩分強いんで、絶対うまい。それめっちゃうまそう。もうちょいマヨだな。はい、私完成。じゃん。おー、捕まった。はい、ということで、約30分ぐらいですね、茹で上がりましたので、開けていきたいと思います。楽しみだよ。さあ、開けますわよ。オープンしますね。イエイ。うわー、どうですか、この浮力。さあ、こいつをね、じゃあ、引き上げていきたいと思います。いくわよ。いやー、待って、なんかエビの匂いするかも。すごいよ、このエビの手とは思えないよね。カニの手とも思えないけど。本当、リンちゃんの手って感じ。俺の手。おー、茹で上がったね。立派だね。どのぐらい熱いかちょっと涼しいぞ。いやいや、もうこんなもう熱々よ。じゃあこいつを本体上げていきたいと思います。あっちちよ、あっちちよ、ビーキャンプよ。おー、綺麗な色。超重い。超重い。手伝えないけど頑張って。僕の手とほら変わんないぐらい
本当だ、もうどっちがリンちゃんってかわかんない。いや、それわかるでしょ。こんだけしてんだからまずはね、ちょっとポテトは実はもう無味済みなので、あ、中身見たいけどね、あとでちょっと、あと、おおおお、いきなりやっちゃうのね。うわ、すげえ。お、関節ポキポキやっちゃうよ。いやー、これちょっとやっぱ包丁いるわ。解体方法が美味しくなさそうこれ、すごいすごい、肉厚。じゃあちょっとこのままだね、うん、後で箸で置いとこうか。おいおいおい、イエーイ。おお、あー、見てください、この卵を見つきたくない？シーン、ほら、見てください。やったー、来たー。こいつはちょっと、切ってここにこのまま盛り付けますね。あ、大丈夫？あ、もう簡単に頭はいけるんだね。うわ、すごい。お味噌ちゃんや。お味噌とこの卵、すごいね。はい、ということで、エビが剥けました。やったー。大変だった。大変そうだったね。ほかほかでうまそうですね。ほんとすごい上手に剥けたね。ありがとうございます。上手に剥けました。はい、じゃ、生春巻きといえばやっぱり欠かせないのがライスペーパーですね。ペーパーですね。はい、はい、そしたらまずこれをお水つけるんですよね。私は野菜いっぱいが好きなので、ちょっと野菜多めに入れます。ベトナムといえばこういう香草がね、やっぱりなんかメジャーなんじゃないでしょうか。一応エビが入ってるの分かる？できました。このオマールエビちゃんたちがこんな可愛い生春巻きになりましたよ。これいいかな。いびつなのもあるけど、まあ初めてにしては美味しそうですね。美味しそうですね。じゃあ、うん、いただいていきましょうか。せーの、いただきます。じゃあこれを、じゃあ、もうちょっと、いただきます。いただきます。はい、すごい、ちょっとびっくりするぐらい歯ごたえがすごいね。超プリプリで、プリプリっていうかもうプリプリね、うん、エビの香りがすごい広がるの。食べたことないですよ、これ。すみません、ベトナムといえばサムヤツ。あのサムヤツ、サムヤツいっちゃいたいと思います。まあね、これも仕事と思ってね。よっ、イエイ。うまいね。うまい。食べていきましょう、どんどん。そしたらこの生春巻きいっちゃおうか。チャンスか。ねえ。ねえ。いただきまーす。うわ、とにかくうまい。マジで。ちょっと僕もいただきます。エビと合う。あ、めっちゃうまい。うまいよね。やっぱなんか野菜と一緒に食べることでさ、うん、このエビの香りも増すというか、うんうんうん、味噌、いただきます。すごいな、それ。見た目は美味しくなさそうだね。うん、うん、うん、おいしい。うまい？あんまり美味しいですから、あれだけど。ごちそうさまでした。あ、美味しかったですね。うん、もう旨味がすごかった、ね、うん、もう食って飲んで、あとは寝るだけ。寝るだけ。寝てるな、もう。寝てる。ステイホーム。ステイホーム。うん。はい、まあこういった形でね、なかなか今はちょっと外に出れない時間が続いてますので、そうだね。はい、ステイホームで楽しめる企画をご紹介していきたいと思います。ほい。はい。うんうん。で、もし皆さんも何かね、料理のリクエストがあれば、ぜひぜひコメントとかお願いしますね。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあ、いつものやつで始めましょうか。はい、それでは、変化風？また学風。